椿と水仙、雪の結晶を使った冬の壁面飾りの例です。椿の枝はハトロン紙を幅 4,5 センチに切ったものを用意します。大きいサイズの椿や水仙、切り紙の雪の結晶の作り方は別の動画がありますので、そちらをご覧ください。まず壁面いっぱいに台紙になる紙を貼ります。下の方には水仙の花を貼ります。上の方にハトロン紙で椿の茎を貼ったら、先のところに葉っぱを貼ります。それから椿の花を貼ります。空いているところに雪の結晶を散らします。葉っぱが少なかったので作り足して雪やこんこの文字を加えました。水仙の花は画鋲で貼っています。一度貼った後、少し下がって全体のバランスを見ながら位置を調整します。椿の枝の形を考えながら木工用ボンドをつけ、ハトロン紙を少しずつ折り曲げながら貼り付けていきます。長さが足りないところや枝分かれしているところはハトロン紙を付け足し、長すぎるところはハサミで切ります。枝先に刃を貼るとき、画鋲が見えないよう刃が重なっているところを留めます。花を貼るときも画鋲が目立たないように花の根元に近いところを画鋲で留めます。雪の結晶の切り紙は台紙にスティックのりをつけてその上から貼ります。これ以外にも背景を濃い色にして白い雪の結晶を散らし、白い水仙や白い椿の花を飾っても綺麗です。飾る場所に合わせてレイアウトをお楽しみください。